皆さんこんにちは、やっさんです。今日は待ちに待ったキャンプに行ってまいりたいと思います。それでは行ってまいりたいと思います。キャンプに行ってもらいたいと思います。行ってきます。お久しぶりの蔵王橋に来ました。前に来た時はね、結構怖くてね、ちょっと真ん中ぐらいまでしか行けなかったんですけどね。怖い怖いやろ、やっぱり。おお、やっぱり怖いね。やっぱりあのね、これね、下が透き通ってて、で結構揺れるんよね、これ。もうね、もう今の時点でね、すっごい揺れてる。まあ、怖くないんか。うわ、怖っ。絶景やけどね。どうした？下に見えるのは有田川。うん、やっぱり綺麗。ほら、もうね、タクちゃんがね、タクちゃんもビビってしまって、もあそこでストップも。もう春怖くないんか。ママ、パンダ終わってから清水温泉だ。よっしゃ、近いで。近いな。ふれあい農家キャンプ場到着しました。今からね、ちょっと受付済ましまして、チェックインしたいと思います。ふれあい農家はちょうどこの辺り。あ、すいません、予約してました。鍵ゲットしました。じゃあ行きましょうかね。目的地に近づきました。シャツいたー。おらばいー。ねー、かわいいですね。シャツもっきり遊ぶぞ。え、釣り？あ、すごい、何人も釣りしてる。釣りしてはんねんな。やっぱ川の水綺麗やね。パパ、うん、さあ到着しました。約ね、1年半ぶりぐらいに来ましたね。今日はこの6号車です。6号車、さあ開けましょう。じゃあ開こうかな。開いてないんちゃう。開くか。
思いっきりひねれ、右に。思いっきりやったら開く、うん、あれ？え、あかん？ちょっとかしてみ。開きました。開きました。開きました。あれ？そう。おお。おお、すごいなすね。あ、待ってよ。ガチガチないで。お、久しぶりに入りました。エアコンつけた？よし。うん、ちょっと暑いな。室内のご案内したいと思います。まずここ入り口です。今入ってきました。で入ったところにすぐテレビがあります。で下にすればね。でさっきのエアコンの下に冷蔵庫。でここ入ったところにベッドルーム。はい、ベッドルームです。荷物も置けば。でここまっすぐ行くと右手にキッチン。で左手ソファー。ここはベッドルームね。ここが、はい、2段になる。ここが冷蔵庫。そうそう、こっちもね、冷蔵庫あるんですよ、これ。使えるかわかんない。これも冷蔵庫やね。これも冷蔵庫やね。洗面とシャワールームになっております。これね、さっきね、見たらね、鍋入ってましたね。あ、まな板と鍋。あ、フライパンも入ってるから。あ、包丁があるわ。包丁も入ってます。はい、セッティング完了しました。今日はですね、ヘキサタープ、いつものようにスクリーンタープじゃなくて、ヘキサタープをね、全面に貼ってみました。はい、じゃあね、今からね、水遊びに行こうと思います。去年来た時はね、この10号車に泊まったんですけどね。はい、今日はね、今日は6号車ということでね。はい、また。まあ一緒でしたけどね、中身はね。うわ、久しぶりやな。あ、はるな、履いたまま行った方がいいぞ。履いたまま行った方がいい。釣り糸とかあったら危ないから。え、釣りの針とかがあったら危ないから、そのまま行け。どう？あ、そんなに冷たくないなあ。そんなに冷たくないな。いい感じ。な、いい感じやな。ここで待って、ちょっと。あ、気持ちいい。めっちゃ気持ちいいねんけど。いやー、気持ちいい。今日はね、何が？うん。うわ、気持ちいい。だから。